献金自体もやっぱもうそれ自体が霊感商法、お金っていうもの自体が罪だから、それを捧げることによってその汚いそのサタンのお金を、まあ、神に認められるものとして浄化するという意味があるので。関係がないことすでにしっかりと確認をしております。党としては一切関係ございません。